お世話になっております。日本の人口増加を目指す男、藤江です。こちらね、フォースチャンネルなので、気軽に率直に発信していければと思ってるんですけど、ちょっとね、気になったグラフがありまして、これは65歳以上の陽性例というね、グラフなんですけれども、4月13日の厚生労働省のね、アドバイザリーボードという専門家の会議がありまして、そこで鈴木先生という方が、 提示された資料で、これはまあ、厚生労働省のホームページにも載ってる資料なんですけれども、でね、65歳以上の陽性例ですね。そして、この見方は、陽性者がね、100とした時に、その内訳ですね。内訳っていうのは何の内訳かというと、このオレンジが、濃いオレンジがね、2回接種なんですよ。で、薄いオレンジは、ね、1回接種。で、青が、 未接種。そして、肌色が、ね、不明、接種歴不明というグラフです。ね。で、一週間ごとのグラフなんですけど、これね。なんで、例えばここで感染者が出た時に、2回接種の方がね、これぐらいいて、青の未接種の方がね、これぐらいいてということで、陽性者の接種歴のね、割合がわかるという、そういうグラフなんですけど、で、注目はこの2回接種のね、オレンジ、濃いオレンジがね、 え、どん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 増えていってるわけですよ。で、ここは大体ね、5月6月ぐらいですね、去年のね。5月6月ぐらいから、どん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 、2回接種者のね、割合がどん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 増えていったわけですよ。うん。え、陽性者における2回接種者の割合がね、どん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 増えていって。ま、このあたりでもうね、え、こちら40だから、え、9月かな ?9 月ぐらいには、もうほぼ未接種者と、 えー、二回接種者の割合がね、トントンになって、で、その後もうね、二回接種者の方が圧倒的に多いと。こういうオレンジね。で、青が未接種者なんでね、もう、なんかね、未接種者を飲み込もうかというぐらいの勢いでね、二回接種者の陽性者がね、どんどん増えていった。割合がどんどん増えていった。ですけど、この後どうなったかですね。うん。ここが大体11月の ですね。11月ですね。去年の11月ぐらいに、これだけ圧倒的に2回接種者の陽性者の割合が多かった。この後どうなったかなんですよ。ね。なんかもう青がね、全然なくなっちゃいそうじゃないですか。どうなったか。こちらですね。はい。なんだこれは。ね。この肌色は何かというとね、接種歴不明です。 ここにね、なんかすごい勢いで2回接種者の割合がどんどん増えていったところでね、ガクンといきなり接種歴不明の方がね、増えたんですね。で、こんな感じです。うん。ここまでちゃんとね、接種歴不明の方、ずっとね、かなり少なかったんですけど、一気にね、この辺りでね、増え出したんですね。で、今はもう3割ぐらいがね、接種歴不明ということでね、非常にこの、 グラフがね、使いづらくなってしまってるんですけれども、分析しづらいんですよ。接種歴不明っていう方にはね、3回接種の人もいるでしょうし、1回接種の人もいるでしょうし、2回接種の人もいるでしょうし、未接種の人もいるでしょうか、いろいろ混ざってるんでしょうから、おそらくね、非常に分析しづらいわけですけれども、ここで何かあったんですかね。 なんかこれね、バイデンジャンプみたいな感じになってるんですけどね。この違和感がものすごくここにあるんですけれどもね。ね。で、理由は僕これわかりません。まあ、こういったね、フォースチャンネルではね、気軽にこういった発信もしていければと思います。今回は以上です。誰か分かったら教えてください。またお願いします。